1972年札幌オリンピック。1972年札幌オリンピックは、日本の北海道札幌市で1972年2月3日から2月13日まで行われた冬季オリンピック。日本及びアジアで初めて開催した冬季オリンピック。札幌は、1940年にアジア初の夏季オリンピックとして開催される。 予定であった1940年東京オリンピックの開催と同年にアジア初の冬季オリンピックとしての1940年札幌オリンピック開催が決定していたものの軍部の反対や1937年に勃発した日中戦争の激化を受けて東京での開催とともに日本政府が開催権を返上してしまったその後1964年 東京オリンピック開催が決定されたことを受けて、札幌におけるオリンピック招致を実現させようという機運が高まり、札幌も1968年の開催に立候補するが投票で敗れ、二度目の立候補となった。この時は、同じく前回の投票で敗れたカナダのカルガリーと同じアルバータ州のバンフトの事実上の一騎打ちとなった。 1966年4月26日に、イタリアのローマで開催された第64回国際オリンピック委員会 IOC 総会において、開催地決定の投票が行われることになったが、この時 IOC 委員の最長老であった高石慎吾郎は病気のため現地入りを断念し、その代わりとして自身のアピールコメントを録音したテープを同委員の東隆太郎に託した。 そして総会での投票直前、東が許可を得て、高井氏のコメント音声を会場に流したところ、この高井氏アピールが委員の間で大きな反響を呼び、投票で札幌は32票を獲得。対抗都市は、バンフが16票で、フィンランドのラハティとアメリカのソルトレイクシティが共に7票だったため、第1回投票での過半数獲得により、札幌の開催が決定した。 冬季大会は中止になった場合、開示がつかないため、公式的にも日本で冬季五輪初開催となった。シンボルロゴ、オリンピックエンブレムは、長井和正がデザインしたもので、1966年に選ばれた。長井のほか、亀倉優作、1964年、東京オリンピックのエンブレムを担当、栗、谷川健一、田中和光、中条正義、 原広し、細谷岩を和田誠を含めた計8名の指名コンペだった。長井によるとデザイン条件は札幌と開催年と逸話マークを入れること、あとは冬のイメージを入れること程度だったという。日の丸と雪の結晶、逸話マークと札幌72の文字をそれぞれ正方形の中に配したもので、縦一列や横一列、四角にまとめるなど、 様々な形にできるように工夫されていた。後に、テレビ番組、デザインはあの、インタビューコーナー、デザインの人では、長井が一番気に入っているデザインだと述べている。35カ国、地域から1128人、男性911人、女性217人の選手と527人の役員が参加した。中華民国とフィリピンは、冬季オリンピックに、 初めて参加した。内輪、選手数、男、女の順。故障はいずれも開催時の故障である。1972年2月13日に行われた閉会式では、デンバー76との掲示がされて、アメリカ国歌が演奏された。時期陶器五輪1976年大会の開催地がアメリカのデンバーに決まっていたためである。ところがこの後、デンバー氏が、 財政難を理由に、異論も存在する、地元住民の強い反対により開催を返上し、1976年、大会は、インスブルックに変更となった。なお、大会期の引き継ぎ式は、当時の慣例通りに、インスブルックオリンピックの開会式の中で、板垣武志札幌市長出席のもと行われた。世界的にも稀な積雪都市として、有名な、 札幌の交通環境を向上させた地下鉄、札幌市営地下鉄開通や地下街、札幌地下街の建設、まこまない地区の整備や市街の近代化などインフラ整備にさわな貢献をしたと評価されている。またインフラ整備だけでなくオリンピックの開催により札幌の知名度が世界的に向上し国際化に大いに役立った。北米大陸では 三菱自動車がその知名度の向上に着目し、札幌、日本名は、ギャランダムダという名称の車種を売り出すなどの事例もあった。さらに冬季スポーツ用施設が充実したことにより、後にスキージャンプの FIS ワールドカップに組み込まれなど、アジアの冬季競技の拠点としての地位を築いたと言われる。1964年東京オリンピックと同様に、記録映画が作られた。タイトルは、 札幌オリンピックで監督は篠田正宏。同年夏に公開。二部構成の対策で東京オリンピックと比較すると記録性に配した手堅い作りになっている。2005年に東方から DVD が発売された。札幌オリンピック35周年記念番組として2007年2月25日に TBS 系列で HBC 北海道放送制作のテレビドラマ、たった一度の雪札幌1972年が放送されている。1984年に2回目の冬季オリンピックを開催しようと立候補したが、サラエボに敗れた。背景には72年大会当時、スキー競技のコースを造成する際に江庭だけの山林を伐採するといった開発行為がやれたため、 環境保護団体などからの批判が紛失し、招致を逃したとされている。2016年に夏季オリンピックを開催しようと東京都や福岡市と共に立候補という声が自民党の一部議員から起こった。実現すれば史上初めての夏季、冬季両一は開催都市として話題を集めるわだったが、上田文雄札幌市長は市議会で財政難に伴い事態を表明した。 誘致に際して札幌市は市民アンケートを行い反対が賛成を預かながら上回っていたとしたアンケート対象は20歳以上の市民1万人回答はその約半分の5103人であった実数としては反対が35.3%賛成が33.3%どちらとも言えないが26.9% 関心がないが2.3%の内訳となり、反対と賛成の差はわずか102人だった。また、札幌市の姉妹都市であるミュンヘンは、2018年、冬季オリンピック開催都市に立候補した。開催が実現すれば、史上初の夏季、冬季両立は開催都市となるところだったが、韓国のピョンチャンに敗れ、実現には至らなかった。 両市は共に FIFA フフワールドカップとオリンピックを開催したことのある数少ない都市である。一方、2008年北京オリンピックを開催した中華、人民共和国の北京が2022年、冬季オリンピック開催都市に立候補し、2015年7月31日の IOC 総会で開催都市に決定した。これにより、史上初の夏季、冬季両立は開催都市となる。なお、 札幌市は2020年の東京オリンピックでのサッカー一次予選の開催が予定されており、実現すれば札幌市は市場2例目の下記、冬季両立は開催都市となる。ただし、一部競技に限定した場合、長野県軽井沢町は1964年東京オリンピックの総合馬術と1998年長野オリンピックのカーリングの会場となっており、こちらは 史上初の夏季、冬季両立は開催都市ということになる。2014年11月27日、札幌市は2026年に開かれる冬のオリンピックとパラリンピックの開催都市に立候補する方針を正式に表明した。招致が実現すれば、日本では2020年夏の東京大会からわずか6年の間に2回、オリンピックとパラリンピックが開催されることになる。 しかし、2022年の冬季オリンピック開催都市が北京に決定したことから、2018年ピョンチャンオリンピックから3大会連続してアジアでの冬季オリンピック開催は非常に難しいとの見方もある。その一方で IOC 会長のトーマス・バッハは、2024年夏季オリンピックがアジア開催ではないであろうこと、冬季五輪開催地は地理的に限られること、 この二つを挙げて、文庫は開かれていると札幌市の逸話招致を歓迎した。なお、懸念材料は、アジアでの大会が連続すること以外にも、開催費用が膨らむこと、開催都市を決める IOC の総会が2019年、つまり、東京五輪の前年であることもある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。